ゴットフリート・フォンビスマルク・シェーンハウゼン伯爵は、ドイツの政治家、貴族。帝政ドイツの、鉄血最小、オットー・フォンビスマルクの孫の一人である。オットー・フォンビスマルク公爵の、長男ヘルベルト・フォンビスマルク公爵の次男として、ドイツ、プロイセン王国の首都ベルリンに生まれた。兄にオットー・フォンビスマルク公爵がいる。1921年からハイデルベルク、ミュンヘン。 キールなどで法律を学び、1924年に、司法試験に合格した。その後、農場を経営していた。1933年に、国家社会主義ドイツ労働者党に入党し、ナチ党の国会議員となった。1935年にはシュテッティン、後に、ポツダムの地方審議会議長となった。ハインリヒヒムラーの新衛隊全国指導者ともの会に入会し、 新衛隊に参加した。1943年に新衛隊上級大佐に任命され、1944年には新衛隊少将に昇進した。しかし一方でビスマルクはドイツの戦況が徐々に悪化し始めた1942年頃から戦争のこれ以上の継続に否定的な考えを持つようになっていた。 そして、陸軍大佐、クラウス・フォン・シュタウフェンベルク伯爵、ベルリン警察長官、ボルフ・ハインリヒ・フォン・ヘルドルフ伯爵、フリードリヒ・オルブリヒト陸軍大将などと接近し、相当アドルフ・ヒトラーの暗殺計画に協力した。1944年7月20日、ヒトラー暗殺計画が失敗した後、陰謀関係者は次々と処刑されていった。スマルクの関与も露見し、 ナチス党と親英隊を除名、国会議員の地位も剥奪され、8月には逮捕された。しかしビスマルクは、他の陰謀者たちと異なり、ローラント・フライスラーの人民法廷から、無罪判決を受け、拷問されることもなかった。すべては、祖父オットーフォン・ビスマルクのドイツへの多大な功績と、名声の賜物であった。 しかし無罪判決にもかかわらずザクセンハウゼン強制収容所へ収容されることとなったが1945年にソ連軍により解放された1949年にブレーメン近くのフェルデンで交通事故により死亡したタッティアナ・メッテルニヒ パーガトリーオブフールズクワドラングル P196FISBN 0812906918ありがとうございます。